9番です。よろしくお願いします。マルキューって言われてるのでマルキューで覚えてください。よろしくお願いします。はい、ぜひよかったらフォローもしていただけたら嬉しいです。お願いします。こんにちは、来てくださってありがとうございます。5時ね、早いんですけど来てくれてありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、はい、かけた、よいしょ。おはようちらひろたんさん、タコありがとうございます。こんにちは、サボリーマンさん、ピカピカありがとうございます。カンさん、ハートありがとうございます。すずまるさん、タコありがとうございます。ゆびきっくさん、かわいいありがとうございます。やっほやっほ、こんにちは。せつらさん、キラキラありがとうございます。はじめまして、フォローしたよ、ありがとうございます。しんのすけさん、くまさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ドルメンコさん、タコありがとうございます。こんにちは、こんにちは、エブキックさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。今日はですね、月曜日で、まあ今日からまた学校、そう、高校生なんで学校があるんですよ。で、学校終わって、結構帰ってきたばっかなんですけど、そう、帰ってきたばっかで、そう、今日は部活のなんか紹介みたいなのがあって、そう、結構授業が少なかったんで嬉しかったです。こんにちは、こんにちは。今日も学校終わってから配信、そうですね、土曜日もね、学校終わってから配信したんで、そう、でも土曜は午前中だけなんですけど、やっぱ平日は午後まであるんで、やっぱ大変ですね。いちさん、タコありがとうございます。こんにちは、こんにちは、学校お疲れ様でした、お疲れ様でした、こんにちは。勉強はね、まだね、そんな難しくないんです。なんか中学校でやってたところをもう一回復習みたいな感じのだから、そう、まだ簡単だし、あんまね、まだ授業はやってないんですよ。そうだからなんかちゃんと今やってるのは歴史とかかな、歴史とあと科学はちゃんとやってるかも。なんか科学はね、水平リーベみたいなところをやってますね。いや、だそれは中学校でもやったんですけど、でもまず水平リーベ、僕の船の後まだあるじゃないですか、あれを覚えなきゃいけないんですけど、あれは中学校ではまだやってなかったんで、そう、あれをね、頑張って覚えなきゃいけないなと思い、頑張りたいと思っております。部活入ってみたいなと思ったりはしましたね。そう、でもね、お友達が入らなかったら入らないかもしれない。部活ね、なんか楽しそうだなと思いました。そう、中学校の時よりもやっぱり部活が多いから、そう、学校あるから午前中はできないですね。そうですね、学校でするわけにもいかないんで、そう。ノースフライトさん、ハートありがとうございます。長さん、タコありがとうございます。こんにちは、こんにちは、お疲れ様です、こんにちは。ゆうゆうさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。そう、今日はですね、ちょっと雨降ってて、ちょっと雨降ってたんで、ね、そう、雨降ってたから帰るときどうしようみたいな思ったんですけど、そう、どうしようかなって思ったんですけど、帰るときはね、ちょうどあんま降ってなくてちょっと嬉しかったです。なんか帰りは雨降ってほしくないんですよ、行きと帰り。学校の授業中とかは全然降ってもらってもいいんですよ。そう、降ってもらってもいいんですけど、こんにちは、こんにちは。ツインテール、これ二つ結びっていうのが、なんかさ、おさげとも言うじゃん。私のツインテールのなんか定義は、なんかね、ここら辺から生えてるやつっていうの、なんかさ、もうちょっと高めのがツインテールだと思ってて、今のはおさげだと思ってるんですよ。でもツインテールって全部がツインテールでいいのかな、なんかいろんな呼び方あるじゃん。一つ結びは私下ら辺で結ぶやつが一つ結びだと思ってるって、ポニーテールは高い位置で結んでるのがポニーテールだと思ってるんですよ。そう、なんかそういうのあるのかな。バットマンさん、だるま、ありがとうございます、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。
科学とはフラスコを使った実験ですね。爆発注意って、確かになんかね、科学とかさ、そういう実験でさ、なんか爆発ドカーンとかね、あれだよね、危ないよね。そうで、ちょっと待ってくださいね。あの今日の配信の時間割じゃなくて、なんていうの、タイムスケジュールを書いたんで、そう書いたんで貼りたかったんですけど、貼るテープをちょっと忘れてきちゃったんで、ここに書きました。見えます？20なんかめっちゃ字がちっちゃいんですね。だから大きく書けなくて、こんぐらいにすれば見えるのかな。今日はじゃない、この配信は45分までやります。で次は6時15分からやるので、よかったらぜひ見てくれたら嬉しいです。視力検査、ここ見えますか、はい、みたいなやつ、まだ視力検査やってないんですよ。そうやってないから、頑張りたいと思います。頑張る、目が悪いので。そう、目が悪いからさ、なんかだんだん見えなくなってったら、見えませんって言えばいいんだけど、なんか頑張っちゃうのね。頑張って絶対に当てようとしちゃうから、なんか迷惑だったなっていつ自分でも思ってるんですけど、でもやっぱちょっとなんかね、分かってる感出したいから頑張ってるんですよ。そう、帰宅部、あ、帰宅部っていう部活もありますよね。そう、頑張んなきゃ、帰宅部も。元気が一番さん、タコありがとうございます、ありがとうございます。投稿前はできないんじゃなかったっけ、なんか平日の時間みたいなかったっけな。部活入っても NMB 合格したらどうするのって、抜けるのかな、抜けるのかな、引退みたい。引退早いけど、でも一旦な、高校は分かんないけど、なんか中学の、お友達はなんかバスケ部に入って1週間で辞めてたんですよ。そう、そんないいんだと思っちゃいましたね。私部活、中学入ってなかったんですよね。部活もし入るとしたら、運動系部活入るとしたらどこがいいかな。なんかね、なんか書道とかあったんですよ、書道部みたいな。え、めっちゃいいじゃんみたいな字綺麗になれるなとか、あとね、太鼓の部活があったんですよ。え、めっちゃかっこいいと思って。そう、え、全然ね、陸上とかもありましたよ。陸上とかテニスとかバスケとか、なんだっけ、バレエとかいろいろあったんだけどね、太鼓面白そうだなと思って。そう、太鼓の音苦手なんですけど、なんかめっちゃもうなんか大人数で太鼓弾いてれば苦手じゃないから、ちょっとやってみたいなみたいな、ちょっと思っちゃいましたね。楽しそうだった。サンバさん応援してる、ありがとうございます。雨止んで、そう、ラッキーラッキー、傘持ってなかったんでね、ラッキーですね。静香ちゃん結び、あー、静香ちゃん結び、静香ちゃん結びかな、これ。耳上がツインテールで耳下はお下げ、んじゃこれはギリお下げかな、上じゃないからね。髪型の名前難しそうですよね。髪型の名前って難しいですよね、わかります。そう、こんにちは、こんにちは、おはようございますさん、だるま、ありがとうございます、ありがとうございます。昔はアルコールランプ、アルコールランプやったことありますよ。小学校の時にアルコールランプを使って実験みたいなやったことあります。どこだっけ、どこ、ボカロの名曲や、視力なんて書いてあるの、星マークわからない。ボーカロイドもよく聞きますね。でもまあその歌は分かんないかも。 N ライオンさん、ハト、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。視力検査、視力検査って検査がダメなんだ、視力検査って曲があんの、視力検査聞いたことないかも。こんにちは、こんにちは。正確に測るのが目的だから頑張るのはダメよって書いてあるの頑張っちゃうの、なんかなんでだろうね、なんか頑張っちゃうのね。まあ大体当たってないから、そう、当たってないんですけど、なんか学校のは頑張らないんだけど、学校のは頑張らないけど、なんていうの、なんか眼科とか行って測ってもらうときは結構頑張っちゃうの、なんか、そう、なんでかわかんないんだけどね。若春さん、旗ありがとうございます、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。
どこ、こんにちは、こんにちは、ゆいさん、タコタコ、ありがとうございます、ありがとうございます。登山部、登山部とかなかったよ。登山部あったら確かに、あの山登り上手になれるかもしれない。そう、こんにちは、こんにちは。未確定なんだからそれぞれで全力尽くすに決まってるよって、確かに。書道部は将来役に立つねって、だよね。なんかその書道とかさ、そういう部活はさ、なんか将来に役立てるじゃないですか。なんかね、あの字が綺麗、字が綺麗っていうか字が上手くなったりできるからね。習い事で習ってたんですよ、書き方みたいな、書き方っていうのを習ってて、なんか書道と、あとなんていうの、書道習字と、あとあの鉛筆で書くやつ、鉛筆で書くやつを習ってて、そう、なんか習字に行く、なんか行きました。なんか最初は鉛筆で、で上手くなったら次習字に行くんだけど、習字にちょっと行ったらところでやめちゃって、だから今は全然綺麗に書けませんね。ジムさん、タコ、ありがとうございます。こんにちは、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 来てくれてありがとうございます。ぜひよかったらフォローしていただけたら嬉しいです、よろしくお願いします。テレビでよく見る大きい文字、みんなで書く書道部とか、そんなのかな、多分。そう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 、あのこうね、書きますよね、書道部、こんなえ、すごいよね、あんな大きいさ、ペンっていうか筆持って、綺麗に書くんだよね。だって普通のね、習字でも綺麗に書けないのに、あんな綺麗にさ、大きい紙でまっすぐ書けるって、やっぱすんごい練習してるんだろうなって思いますね。こんにちは、こんにちは。今アルコールランプは危険だからないよねって。そうなんだ、でも確かに危険ですよね、アルコールとか。こんにちは、こんにちは、ピカピカ、桜美音さん、ありがとうございます、ありがとうございます。つらいろさん、ハートありがとうございます。ちらちら、こんにちは、こんにちは。私もなぜか視力検査頑張ってしまう、目を細めたりしてみたりする。わかります、めっちゃわかります。そう、あのね、めっちゃね、目細めてでも頑張って見ちゃうので、頑張って左みたいなこと言うんですねで間違ったら、あ、じゃあなんか、あの同じ段の別のところ、あの光らせてもらって、右みたいな、で合ってたらだんだん下に行くみたいな。もう全然見えないの、なんであんなの見えるんだろうって思いながら見てますね、いつも。こんにちは、こんにちは。ダンスとか以前からやってたのかなって。ダンスはチアダンスをやってたんですけど、別にチアダンスはそんな今できないし、なんかちょっとだけダンス習ってたんですけど、なんかそう、なんかなんかダメでやめちゃったんですよね。そう、ジャズダンス習ってたんですけど、ジャズダンスはなんか大変でなんかね、靴がなんか間だけ空いてる靴なんですよ。普通なんか靴ってこう平らじゃないですか。でもなんていうの、間だけ空いてるんですよ。間だけ空いてて、めっちゃなんかもう痛いんですね、歩くときで。痛いし、もう体柔らかくなかったから、もう本当にもうなんか姿勢とかいろいろ辛かった記憶がありますね。でもその中でもちょっとしか、まあ、習わなかったんですけど、なんか仲良くしてくださった方は結構いて、その方にはちょっと感謝ですね、本当に。ね、なんかちょっとしかいなかったのに仲良くしてくれて嬉しかったです。こんにちは、こんにちは。書道に関しては漫画の止め跳ねがおすすめ。止め跳ね払いとか言いますよね、書道では。そう、ムックさん、タコありがとうございます。はじめまして、109番ちゃん応援してますって、ありがとうございます。つよぽんさん、かわいい、ありがとうございます。病院の待合室からだから呼ばれたら抜けるね。あ、病院で見てくださってるんですか、ありがとうございます。勉強机、ぬぐるみ置いてないのって。ぬぐるみ置いてないですよ、置いてないね、今は置いてないですね。イソピョンさん、かわいい、ありがとうございます。カサさん、タコ、ありがとうございます、ありがとうございます。ちらこんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ちはやふる、
こんにちは、こんにちは。来てくれてありがとうございます。猫さん、猫さん、タコ、ありがとうございます。こんにちは、来てくれてありがとうございます。ポテチさん、タコ、ありがとうございます。よかったら今はですね、 NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ぜひあのこっち側にある白いハートを押してフォローしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日はそう、学校、まあ楽しかったですね。楽しかったんですけど、やっぱ学校は疲れますね。なんか慣れないことしてるから、なんか慣れないことじゃないんだけど、新しい環境だからすごい疲れるんですよ。もう最近は、いや今までは結構ちゃんなんか帰ってきても、まあ、あの全然起きてたんですけど、最近はなんか疲れちゃって寝ちゃうんですね。なんかそんな別に疲れてはないんですけど、体がすごいもう本当に疲れてて、そうめっちゃぐったり寝れますね。そう寝れるから寝るんですけど、夜寝れなくなっちゃうんですね。お昼夕方に寝ちゃうから。疲れる女子高校生、若さが足りないって。でもさ、疲れません？なんかなんていうの、なんか疲れるの本当に。なんか中学校の時もそうだったの。なんか小学生からいきなり中学生に変わって、なんかいろいろ別なんか全然違うことするから、めっちゃ疲れてましたね、中1の時は。でも今は全然疲れてましたね。なんか体力とかじゃなくて、なんていうの、なんか違うことしてるから、こうなんか疲れが出てきちゃうんですよ。なんて言えばいいんだろうね。多分慣れたら別に疲れなくなるんですよ、そう、きっと。緊張するよね。そうですね、初見です、初見です。来てくれてありがとうございます。こんにちは、こんにちは。マルキュー、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。勉強はまだそんな始まってないから全然大丈夫ですね。そうで、空いた時間にワークしてますね。数学のワークしてるんですけど、まあ最初は中学校の復習ばっかだから全然簡単なの、本当に。なんか簡単なのね。なんかそんな別に数学得意じゃないんですけど、全然なんかやっぱ最初は簡単なんですよ。そう、最初は全然できる。途中からだんだんできなくなっていくんで、そうできなくならないように頑張りたいですね。お昼寝時間ある学校とかありますよねって。そうなんですか、お昼寝時間いいな。保育園の時にしかなかったですよ。保育園の時のお昼寝時間はすごい退屈でしたね。なんで寝なきゃいけないんだろうみたいな。今思うとすごいありがたかったなって思いますね。そうえ、なんか歯抜けるじゃないですか、人間って。で一番最初に抜けた歯が多分保育園のお昼寝の時間なんですね。よしじゃあ寝ますって感じで、みんな暗く、なんか電気暗くなって、よし寝ようかなと思った時に歯がポロって抜けて、うん、そう、それを先生に言いに行った記憶がありますね。あっちゃんさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。初見です、初見です。気が疲れるとかそうなのかな。なんかねすごい疲れてるんですよ。関西は3回ですね、3回4回ぐらいかな。うん、最初に関西行ったのはあの修学旅行ですね。修学旅行で行って、そう修学旅行で行って、で次にあの中3の春休みに USJ に行きまして、で最近行ったから3回ですね。やっぱ3回行きました、関西は。そうなんで、もっといろんなとこ行ってみたかったんですよ。京都の映画村ってとこ行きたいんですよ。楽しそうで、本当はなんか修学旅行好きなとこ行ってよかったんですけど、なんかみんな行きたいところバラバラで、ね、なんか行きたいところいろいろ組み合わせてたら、なんか本当に行きたいとこ全然行けなくなっちゃってって感じだったので、そう京都の映画村に行ってみたいです。大阪もね、そういろいろ行ってみたいところあるんですよ。そういろいろあるじゃないですか、有名なところ。だから行ってみたいんですよ。雨村なんかありますよね。なんかオランダ村みたいなさ、国の名前の村みたいなとこありますよね。そこ行ってみたいんですよ。そう
こんにちは、こんにちは。ブキックさん、ハートありがとうございます。中学の卒業式とか泣いちゃったりした？中学の卒業式は泣きませんでしたね。あ、でも本当は泣きそうになった時、泣きそうにはなりましたよ。なんか泣いたかもしれない。泣きそう、うるうるって止めてましたね、頑張って。なんかあの生徒会長だった人がなんか校長先生の前でなんか本なんか読んでるんですよ、そう読んでて、でなんかそんな真面目な人じゃなかったんですね、生徒会長の人でも、めっちゃ真面目なこと言ってるみたいな。でもなんかたまに面白いこと書いてあったり、でもすごいなんか思い出こんないろいろあったなって感じで泣いちゃった、泣きそうになっちゃったので、もう泣きそうになりながらもう教室に帰ったら、そう私の担任の先生がその手紙書いてて、あの人が書いたわけじゃないんだと思って、そう思ったらちょっと涙引っ込んじゃって、ちょっと笑っちゃって、なんか結局ちゃんとは泣いてないですけど、やっぱめっちゃ悲しいですね。なんか今までめっちゃ仲良くしてくれた人と離れるのはやっぱ悲しいなって思いますね。こんにちは、こんにちは。星が星になるってどういうこと？わかんないよ、星が星になるって。おっとっと、とっといてって言っとったのになんでとっとってくれんかったとって、一っとっとまでがあれだよね、あれでしょ、あれなんていうの、なんていうの、そこまでがセットだよね多分。でもなんかその先もなかったっけ、わかんないけど、サインコサインタンジェント、そうサインコサインタンジェントってさ、理科だと思ってたんですけど、あれ数学なんですね。そうなんか理科っぽいなって思ってました。こんにちは、こんにちは。ルートの計算はまだ全然わかるけど、多分もうそろそろまた出てくると思いますね、ルートの計算、中学の復習みたいな時に。記憶力すごいって、そんな記憶力悪いですね。人の名前を覚えるのが苦手なんですよ。めっちゃ仲いいお友達でもなんかもう顔はね、すぐ覚えられるんですよ。あ、この子は同じ学校の子じゃなくて、同じあのクラスの子みたいな、なんかすぐ覚えられるんですけど、やっぱ名前はね覚えられないんですよ。なんかちゃんとほんと仲良くてもパッて出てこないの。顔は思い浮かび上がってもその顔と名前が一致しなくて出てこないってことはありますね。でもめっちゃ仲いいです、そのお友達とは。シロさん、タコタコありがとうございます。はぐれもやしさん、キラキラありがとうございます。イソピョンさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。シンさん、ハートありがとうございます。ちょっと待ってね、ありがとうございます。15分くらい寝ると脳が冴えるそうですね。そうなの、15歳じゃない、15分か。でも15分っていいよね、なんかなんか寝なさすぎず寝すぎずみたいな。関西は教えられない、住んでるから当たり前って。こんにちは、こんにちは、こんにちは。京都の映画村楽しいですよって、本当に京都の映画村行ってみたいんですよ。なんか行く予定だったんですよ、最初の計画では。最初の計画では京都の映画村も行って、で稲荷大社、ね、違う、伏見稲荷、伏見稲荷も行って、であとは清水寺は絶対行かなきゃいけなかったから、じゃあこの3つかなみたいな。でも金閣寺見たいよねとか、京都御所行きたいみたいな、なんか京都タワーも行きたいみたいな言っちゃったら、もう時間がなかったんで、映画村と伏見稲荷は行けなかったんですよ。だから次関西に行った時は行きたいです。ゆうたさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。ベンジャミンさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。ユニバーサルスタジオジャパン、そうユニバーサルスタジオジャパン、アメ村あるよって、だよね、アメ村だよね多分。そう行ってみたいんですよ、なんかよくテレビとかで見てて、そう行ってみたいですね。こんにちは、こんにちは、はじめまして、来てくれてありがとうございます。卒業式はみんなで帽子上に投げた。帽子とかないよ、なん帽子ってある？なんかさ、東大生とかさ、なんかさこういう頭良さそうな四角のさ帽子つけてるイメージがあるんですけど、本当ですかねあれって。なんか博士がつけてそうな帽子を、なんかありそうなんだけど、なんかつけてるイメージがあるんですけど、あれってつけてますかね。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ブキックさん、小判ありがとうございます、ありがとうございます。
大阪は昔まだ48グループが握手会やってた時によくインテックス大阪に行ってたなって。いいな、大阪はねまだそんな行ってないから行きたいですね。多分京都の方が行ってますね。こんにちは。卒業式では何を歌いましたか？卒業式でなんか最初は3月9日を歌おうとしてたんですけど、3月9日はもう卒業してたんで歌わなかったんですね。卒業したあの後の日やないかいってなって歌わなくて、で何だったっけな、何だったっけな卒業って感じの曲なんですけど出てこないんですよ。真面目じゃない生徒会長いいなって、そう面白い生徒会長だったんで、いいですね。なんか生徒会長はやっぱ面白い人がなったら面白くなるんでいいですよね。学校のその企画とかもね、まあ、真面目な方がなっても、まあ、生徒会長になってくださってるだけで全然嬉しいんですけど、今来た一行卒業式泣かなかったです、はい。いやもうそのコメント書いてる時にもう卒業式の話終わってるかもしれないけど、ヤシタンさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。星が星になるって、もう星が星になるってどういうこと。こんにちは、こんにちは、頑張ってください、頑張ります。今日はそう、今日は二つ結びですね。AKB ゆきりん卒業するまで大好きななっちゃんさん、バラありがとうございます、ありがとうございます。どこかな、クニアさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。高校数学も途中から公式星って何の記憶ゲームになるから嫌だって。でもやっぱ記憶ゲーじゃないですか、どんな勉強も。数学とか英語ってもう積み重ね、なんていうの、努力した結果が出るじゃないですか。やっぱその前日とかにやっても全然ダメじゃないですか。やっぱ英語って積み重ねが大事だし、数学もやっぱ積み重ねじゃないですか。でもその社会とか理科とかは全然頑張れば一日で覚えられるじゃないですか、短期記憶だけど。そうだからちょっと難しいですね数学。そう、顔は無限に覚えられるけど名前は一人覚えると一人忘れるらしいですよ。ノーマって本当にどうしよう、一人忘れると一人覚えちゃうと一人忘れちゃうんでしょ名前。じゃあ誰か忘れてるかもしれません、ごめんなさい本当に。でもなんか同じ名前の子と友達になったら名前が覚えてるかも、同じ。でもその分誰か覚えてないんですよね、どうしよう、多分誰か覚えてないかも。ファンの名前とか覚えるの大変そう、確かに大変かもしれないですごめんなさい。無事合格してアイドルになったら握手会とかに行きたいから顔と名前認知してほしいなって。確かに顔とすごいですよね、やっぱ記憶力がいい人にずっと憧れますね。顔とさ名前とかさ、もうなんかちゃんと覚えてるじゃないですか、どんだけ久しぶりに会った人でもちゃんと覚えてるからすんごいなって思います。そうね、なんかね、全然喋ったことないのに覚えてくれてる人とかはめっちゃちょっとめっちゃ嬉しくなっちゃいますね。やっぱ覚えられるっていうのはすごく嬉しいですね。京都タワー行きたいわ、珍しいって。やっぱなんちゃらタワーってみんな行きたいじゃん。私スカイツリー行きたいんで、スカイツリー登ったことはないんですよ。スカイツリーの下までは行ったことあって、でスカイツリーのなんか星マークの女の子のキャラいるじゃないですか。今いるのか分かんないんですけど、なんかこう星マークのこういうなんか女の子がいたんですよ前。今いるか知らないんですけど、それがスカイツリーだったかも忘れたんですけど、なんかその女の子を見た気がするんですよ。スカイツリー見に行った時、スカイツリー見に行ったのは年中さんです、年中さん保育園児の時に見に行きました。それから見に行ったことないですね、行ってみたいな。またタカゴンさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます、こんにちは。よかったらぜひ今 NMB48 受験生オーディションに参加してるので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです、よろしくお願いします、お願いします。
帽子投げといえば防衛大学。何防衛大学って？守ってくれる大学なの？どうだって。こんにちは、こんにちは。あるよ、とある JD が卒業式でローブにひし形棒って本当にあるの？いやちょっとあれなんか昔見て超いいなって思いました。仰げば尊しじゃないですね、全然違うかも。なんかそう言われたら、あ、それそれそれってなる、それそれってなる私が。第一さん、タコありがとうございます。タコありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ムクさん、タコありがとうございます。こんにちは、来てくれてありがとうございます。京都はコンサートとかで行ったことあるかな。お寺とか行かないから、なかなか、なんて書いてあるんだ、お寺とか何度かだからなかなか行く機会なかったって。確かに確かに確かに、それはあるかもしれない。なんか京都の なんかね京都の、まあわかどこかわかんないんですけど、上なんかね、京都のなんかあのなんていうの、なんか繁華街ってなんていうの、こう街みたいなとこがあって、そう街みたいなとこがあって、でその道路人が歩くところの上になんかシナモンみたいな雲のマークのライトがずっとわーってめっちゃある道があるんですよ。あそこの近くを結構通ってましたね。そう、あそこ大好きになっちゃいましたね。あそこ楽しいかって。でなんかあのお店の看板がなんか普通なんかあのなんかね、お店を見なくてもわかるみたいな感じでめっちゃ良かったんですよ。なんかめっちゃ伝えるの下手なんですけど、そうなんかめっちゃなんかね、遠くから見てもなんか看板がねもうあの書いてあって、そうここはこれ、あれはここみたいな書いてあって、あの分かりやすってなりましたけど、それがどこか分からないです。卒業式で泣かないと冷たい人って言われそう。確かに確かにね。なんかさ、友達と別れるってなって、でもまあ会えないわけじゃないけど、でもやっぱ違う学校になったら会う機会って絶対少なくなっちゃうじゃないですか。そう思うと泣けてきちゃうんですけど、いやでもまあ友達の家は知ってるわけだから頑張ればいけるんで、頑張れば。そう、悲しくなったらね突撃したいですね。でもやっぱなんかさ、忘れられてたら悲しいって思いますね。なんか忘れられる、まあそんななんかね、あのなんかあのやばい友達とはなんか友達じゃなかったけど、優しい子だったけど、なんかそんなことなんかそんな子に忘れられてたらやっぱ悲しいですね。やっほやっほ、留年ね、留年しちゃったらね、なんだっけ RJK になっちゃうからね。やっほやっほ、ポテチさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。幕の内弁当さん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。てつやさん、キラキラありがとうございます、キラキラありがとうございます。ちょっと待ってね、本日の予定をもう一回出したいと思います。今日はですね、5時から5時45分まで、今日はじゃないや、この配信は45分まで配信します。で次は6時15分から7時まで配信します。でも最後に8時から9時まで配信するので、ぜひ見に来てください、よろしくお願いします。なんでこの配信はあと10分ですね、10分なんですけど、よかったら最後まで見てくださったら嬉しいです、よろしくお願いします。あと9分ですか、10分じゃない。どこかな、どこかな。バルキューで覚えやすいからいいですね。 AKB48 の曲に公演もあるしって、ですよね、そう覚えやすいですよね。初見です、こんにちは、こんにちは。サラカラちゃんはまだいるって、その子じゃない、なんていうの、そのキャラってサラカラちゃんっていうんですか、名前初めて知ったかもしれない。顔だけ、顔っていうかキャラクターの顔だけ覚えてますね。トーク力高いですね、人見知りってあまりなさそうって。めっちゃ人見知りですね。初めて会った人とかは
本当に話せないです。だからありがとうございますみたいな感じですね。そう、一回見てほしいですね、もう人と話す私を人とありがとうございますみたいな、こちらこそみたいな、そうなんかめっちゃそう、でも仲良くなればハイテンションになる系ですね。自衛隊の学校、あの防衛大学、へえ、マサノレさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。興味、あれなんか興味、あれなんだ何のコメントだろう。こんにちは、ゆうゆうさん、ハートありがとうございます。あ、タコじゃないです、ハートありがとうございます、ありがとうございます。どこかな、受験です、受験です、来てくれてありがとうございます。突撃、そう、突撃通天閣はまだ行ったことないかな。そう、通天閣は行ったことないんですよ。通天閣を見に行きたかったんですけど時間がなくて見に行けなくて、そう、あと疲れちゃった、で歩き疲れちゃったんですね。あのやっぱかなんていうの、なんかあの USJ とかにも行った時も思ったんですけど、なんていうの、やっぱ旅行って楽しいけど疲れるじゃないですか。そう、もうめっちゃ疲れちゃって足痛くなっちゃって、で、あの通天閣までたどり着かないままホテルに帰ってしまいましたね。本当に疲れちゃったの。もう串カツ屋さんであのテイクアウトできるお店をめっちゃ探してて、もうそこでもうめっちゃ疲れて、たこ焼きも並ぶの大変で疲れてもう行けなかったですね。そう、でも楽しかった。お疲れ様です、お疲れ様です。あと9分、あと9分、やばい。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。好きな YouTuber、 もしくは必ず見てる YouTuber、 なんか好きな、なんかね、なんか YouTuber で見てなくて、最近よく見てるのはペットの動画をよく見てますね。ワンちゃんがめっちゃなんか走り回ってる動画とか、なんか猫ちゃんがもうなんか寝てるだけの動画とか、あとチンチラを私飼ってるんですね。チンチラっていう動物がいるんですけど、そのチンチラのお家紹介みたいな動画を最近見てますね。そう、なんか結構見てるんですよ。なんかね、そういう時が必ず来るんですよ。そう、なんか ASMR をよく聞く時とか、なんかそう癒されたい時とかに最近は YouTube を見てる気がしますね。やっぱワンちゃんとか動物とか見たらやっぱ可愛くてずっと見てちゃうんですよ。そう、でも最近はワンちゃんにハマってて、ワンちゃんの動画ずっと見てます。そう、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。どこかな、大阪の串カツ食べたいですねって。そう、かぼちゃの串カツを食べたいです。次行った時は食べたい、食べたい。お寺とか星のコメントの時に漢字読めなかったから、あ、なるほどね、あ、そういうことね、なるほどね、ありがとうございます通天閣付近の串カツは大阪市住んでても引くくらい派で、わかりますよ。あのね、なんかすんごいさ、なんか金ピカのさ、なんか金ピカですよね、あの串カツ、なんかこう串カツがめっちゃこうなってる、こうなってるあのありますよね、こんな、こういうお店。そう、あとカールおじさんの、なんかあのカールおじさんが飾ってあって、でなんか画面に自分映りますよみたいなところは通りましたね。そう、自分は映ってないんですけど、そう、今日めっちゃ星になるこんにちは、こんにちは、シロさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。あ、でもゲームのね動画も見るかな。あとは音楽は、そう、なんか音楽も見ますね。そう、串カツうまいよって、串カツ美味しいよね。そう、まあ、面白い動画だったら何でも見ますね。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。さすらいの通りすがりさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。そう、今日はちゃんと時計があるんで、時計41分です、大丈夫。あの、そう、なんかね、そう、ちゃんとね、ちゃんと終わらなきゃいけないから。ということで、先に断食読みをしていきたいと思います。
それじゃあいきます。13位カンさんありがとうございます。12位スズマルさんありがとうございます。11位元気が一番さんありがとうございます。10位タラマインコさんありがとうございます。9位ポテチーさんありがとうございます。8位しんのすけさんありがとうございます。7位ベンジャミンさんありがとうございます。6位タカゴンさんありがとうございます。5位サンバさんありがとうございます。4位ブキエクさんありがとうございます。そして第3位は誰かな、そうイソピョンさんです。ありがとうございます。そして第2位は誰かな、そうチューポンさんです。ありがとうございます。そして第1位は誰かな、そうメックさんです。ありがとうございます。パチ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 。はい、ということで皆さん今日もこの配信も見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。そしてねたくさん投げていただいてありがとうございます。そしてねフォローとかしてくださってる方もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。次はちょっと待ってくださいね。次はですねこちらです。こちらです。次はですねこの2番目ですね、6時12分じゃないです、15分から配信するので、よかったらぜひ見に来てください。30分後ですかね。なのでよかったら見に来てくれたら嬉しいです。待ってますのでぜひ来てください。レンレンさんピカピカありがとうございます。ジーメンさんハートありがとうございます。ヒクキラありがとうございます。お疲れ様でした。また来ますね。ありがとうございます。ぜひ次来てくれたら嬉しいです。お待ちしております。お疲れ様です。お疲れ様です。初見の方来てくれてありがとうございます。最後にね自己紹介をしたいと思います。NMB48 10期生オーディションに参加してます。高校1年生の15歳です。福岡県出身のエントリーナンバー109番です。マルキューでぜひ覚えてくれると嬉しいです。お願いします。はい、でこのオーディションはですね29日までなので、ぜひ最後まで応援していただけたら嬉しいです。お願いします。はい、なのでいろいろ配信しますので、次は6時15分からなので、ぜひ皆さん見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということでもうすぐ45分になるのかな、ので最後にカウントして終わりたいと思います。ということでそれじゃあいきますよ。3475盛り上げありがとうございます。それじゃあいきます。せーの、5、4、3、2、1、またね。バイバーイ。またねー。